マクラーレン MP4 から23は、マクラーレンが2008年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。マクラーレンレーシングデザインチームによって設計された。MP4 から23の開発には、前年のスクーデリア・フェラーリに対する産業スパイ疑惑によって FIA の査察を受けた。MP4 から23は、 前年の MP4 から22の発展型であるが、大きな改善点もいくつかある。サイドポッド下部の絞り込みは、さらに激しくなり、サイドポッドの開口部とチキンウィングの形状は見た、だけではわからないほど複雑になっている。昨年の弱点は、リアタイヤに厳しかったことである。これに対応すべく、フェラーリの F2008 とは逆に、リアタイヤを、 より後方に配置することでホイールベースを伸ばした。リアウィングの効率を上げるためにブリッジウィングは標準装備されている。ブリッジウィングにはスリットが設けられダウンフォース発生型となっていた。チキンウィングからチムニーダクトサイドポッドフェンスにかけては一体化しリアへ整流された空気を流すことができる。 フェルナンド・アロンソの離脱により、エースドライバーとなったルイス・ハミルトンは、伝統のモナコ GP や地元イギリス GP などを制し、シーズン5勝を獲得。6勝のフェリペ・マッサとドライバーズタイトルを争い、最終戦ブラジル GP の最終ラップで過労うて5位に、滑り込み、マッサを1ポイントしのいで、チャンピオンに輝いた。マクラーレンとしては1999年の、 三果八記念以来のタイトル獲得となった。F1 最年少チャンピオンとなったハミルトンだがシーズン唯一のリタイアとなったカナダ GP ではピットレーン出口の赤信号に気づかず君来コネンに追突。ベルギー GP ではトップチェッカーを受けながら試験ショートカットにより3位に降格された。日本 GP ではスタート直後の多重接触事故のペナルティを受けるなど ドライビングマナーが問われた。チームメイトの兵器コバラインは、ハンガリー GP で初優勝を果たしたが、それを含め表彰台獲得は3回のみだった。コンストラクターズタイトルはフェラーリに次ぐ2位となった。カナダ GP にて、兵器コバラインがドライブする MP4 から23、合同テストにデビューした MP4 から 23K。新レギュレーションに適合した。 フロントウィングをテスト中 MP4 から 23K は2009年用のマシンである MP4 から24が登場するまでテストで使用された。2009年から解禁されるカーズを搭載しバージボードなどのパーツは取り外されていた。11月18日のバルセロナ合同テストでデビューしたがいきなりカーズからのオイルリークに見舞われてしまった。 12月15日には2009年レギュレーションに適合する変平なフロントウィングとそれに合わせてデザインし直されたフロントノーズもテストした。オリジナルの MP4 から23に比べてノーズは太いのが特徴。マクラレン S ファーストグランプリウィン40イヤーズ ON ありがとうございます。